皆さん、こんにちは。SEK 現役トレーラーの遠藤です。休日明けの月曜日、皆さん、デイトレードの調子はいかがでしょうか？皆さんに無料でお送りしております。デイトレ有望銘柄で、今日、朝一番しっかりと取れたという方、どれぐらいいらっしゃいますでしょうか？利益くれてきた方からの報告もいただきまして、買い銘柄にしても、空売り銘柄にしてもですね、取れたということで、おめでとうございました。チャンスがないと判断した方は、もちろんトレードする必要はありません。今現在4935リベルタ、今1時50分回ったところになりますけれども、4935は今動いている状況となります。で、デイトレード、皆さん、有望銘柄受け取っていますでしょうかね？毎日一度登録していただきますと、毎日無料で翌日用のデイトレ専用注目銘柄をお送りします。受け取っていないという方がもしいらっしゃいましたらば、今すぐ受け取ってください。登録してください。下に概要欄ありますのでね、リンク先をクリックしていただきますと、メールアドレスを登録する欄があります。こちら登録さえしていただければ、18時前後でしょうか。翌日用のデイトレ注目銘柄を、前日のですね、今日でしたら明日用のということで、毎日無料でお送りしますので、ぜひデイトレードの参考にしてください。で、今日はですね、その翌日用のデイトレ注目銘柄が、今現在、2時前ですけどね、1時50分回ったところになりますが、使えてるのは実際どれぐらいあるのかということで、よく私がチャンスのない時にはするなと言います。で、チャンスが来たらやるという話をしております。我々のルールに則ったトレードができているかどうかということでご質問いただきましたので、こちら、本日、用銘柄として解説をしていこうと思いますので、テストの回答というんでしょうね。採点のような感じで見ていただければと思います。まず一つ目、本日用として挙げたのが、4935リベルタです。ギャップアップスタートしたんです。朝、特買でしたもんね。9時2分に1368円でスタートして、その後5分間の間にですね、一気に上げました。1593円まで上げてきました。ストップ高の1638円ですので、ストップ高には届きませんでしたが、強かったですよね。1593円まで上げた場面取れた方もいらっしゃったようですが、このつい今の段階ですね、ちょっと売り買いの強さ板の状態を見ると拮抗状態ではありますが、ここを踏まして切り替えてみるとですね、エントリーポイントとしては問題なくありますので、ここを取っていただければということになります。もうすでに利益確定の売り物を出された方もいらっしゃるはずです。そうですね。取れた方はナイストレードということになります。二つ目、リベルタは丸。二つ目、190A、コーディア・セラピューティック・ショッキン・ IPO です。これも結論から言うと丸でしたね。ただし、これは朝一番のみです。今はエントリーポイント全く持ってありません。もう早朝と言いますか、寄った後のみということになります。で、例えば、ストップ高の価格まで、あと7ピックのところまで行った、その後の動きを見ると、このような状態ですね。無理ですよね。下げたところで拾った人、エントリーポイントありませんか？その後、ドスン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 下げてますから。ですので、前場の朝のみですね。で、トレードをされた方は、最低でも、プラマイゼロの方もいらっしゃると思いますし、プラスで皆さん終えられることができたのかなと思いますが、いかがでしたでしょうか。もしよろしければ、コーディアセラピューティクス、コメント、結果などですね。数万円取れましたとかですね。結局、同値で逃げることができましたとか、あればおっしゃってください。これも丸。で、三つ目。197A のタウンズという銘柄を、回線で出しましたが、どうでしたでしょうか？ギャップアップスタートしてからの動きを見ると、こうなりました。500円超えてからのスタートでしたので、エントリーポイントは、実はこの銘柄ない。ということになります。一度も、ですよね。ないですよね。今のところですね。そして4つ目。3791、IG ポート。で、この銘柄、ポイントあったかどうかというと、ポイントはありませんでした。今日、ポイントトレードする必要はないということです。そして5つ目、7つ銘柄あげましたけど、5つ目、8358の鶴ヶ銀行
です。日経採用銘柄ではありません。で、駿河銀行も実はエントリーポイントはなかったということです。朝だけ陽線発信しましたけどね。その後運用されて上引け陰線のままズル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 ということで、エントリーポイント自体が今日なかったということになります。6つ目、1911、住友林業です。住友林業は、まあ、6000円台の1円刻みの銘柄。商いは昨日ほどではありませんけれども、まあ、入っている状態の中で、これもエントリーポイントなかったですね。まあ、5倍より勢いづいて上げるのかと思いきや、全くもって上げず失速もみ合いという状態で今に至っております。住友林業もエントリーポイントなし。ということですね。で、そして最後、7銘柄目、2060A プリズムバイオラボ。結論言います。エントリーポイントありましたので、丸となります。空売りできましたよね。で、貸し株、これは今日ありましたので、バッチリありましたよね。ですので、空売りは可。で、出来高今88万株ということで、まあ悪くはないトレードが皆さんできたのではないかと思います。まあ、どうね、もしくは薄利の方もいるかもしれませんが、まあ、じっくりと見極めていくということで、大きく利を取れた方は、ナイストレードとなります。まあ、ほとんどの方がこの場面取れてると思うんですけど、いかがでしたでしょうかね。まあ、10ティック取れた方もいるかもしれませんし、数ティックの方もいるかもしれません。板が分厚くありませんのでね、まあ、500株から1000株入っていただいて、まあ、8ティック抜いたとしても、まあ、1000株で8ティックは8000。多くはありませんけれどもね。まあ、ナイストレードというところになるでしょう。ですので今日エントリーできたとすると、4935リベルタ、190A 朝一のコーディアセラピューティクス、そして 206A のプリズムバイオラブ、この3つがですね、まあ、トレード可ということで、まだ3時になっておりませんけれども、トレード、皆さん結果、ナイストレード、ロスカットになった方でも、うまく逃げることができていれば、それは素晴らしいトレードと言えますので、まあ、無理なく、損、勝、利、大の結果、これを思考をずっと保持しながらですね、まあ、結果が、まあ、損、勝、利、勝の方もいるかもしれません。損、なし、利、大の方もいるかもしれません。うまく取れた方はないです。で、必ず、利益を、まあ、例えば5万、10万とか取れたとしてもですね、おごらず、常に冷静な気持ちで、翌日のデイトレードに臨んでいただければと思います。また、前場ですね。前場トレードをして、5番、自分に行くとか、お散歩をするとか、という考えもいいです。必ずしも9時から3時まで全部の時間を使ってやる必要もありませんので、集中力、日本人特に切れてしまいますからね。前場だけとか、朝1だけとか、あと我々の、まあ、塾生の中にもですね、もう、普段仕事をしているので、朝9時から、まあ、例えば10時までしかトレードしないという方もいらっしゃいます。あと、まあ、出勤するです。そういうふうに、しっかりと、メリハリというんでしょうかね。月でトレードしている方もいらっしゃいます。皆さんも、まあ、時間を決めていただいてですね、9時から3時まで、全部やるのではなく、まあ、9時から10時です。9時から11時までですとか。あと、5番でしたら、まあ、2時から3時までですと。2時半ぐらいですかね。と決めていただいてトレードするとかですね。皆さんの時間応じてですね、決めてトレードをしていただくのも一つ参考になるのではないかと思います。で、今日はここまでということで、本日用のデイトレ用注目銘柄、まあ、これまでですね、チャンスがあれば入ってください。チャンスがなければやらないでくださいといった意味が分かっていただけたのではないかと思います。この動画の内容が参考になった、良かった、ためになった方は、いいねボタン、起動してください。で、また、チャンネル登録ですね、まだ行っていないという方がもしいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録してください。日経平均株価について、船株についてですとか、商社についてですとか、様々なセクターについての解説もしていきます。ぜひ参考にしてください。まあ、そのためにもですね、ぜひチャンネル登録を行ってください。そして最後に、我々が毎日皆さんに無料でお送りしております。デイトレード専用注目銘柄。役に立っていますでしょうか？受け取ったことがまだないという方がもしいらっしゃいましたらば、ぜひ今すぐ下に概要欄がありますのでね、リンク先をクリックしていただいて、メールアドレスとご登録いただいて受け取ってください。必ず皆さんの参考になる。皆さんにとってのプラスになる。
そう確信をしております。今日はここまでといたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。暑い日が続いていますので、熱中症対策しっかり行っていただいて、水分補給しっかり行っていただいて、明日からのデイトレードも頑張っていきましょう。では、失礼します。